さあ、お店開けちゃった、こんばんは。ちょっと一個ね、前のめりで変な次の説明してしまったんですけど、はい、ちゃんとお店開けました。はい、はい、地元さん、はい、開いたということでね、どうぞどうぞどうぞ。ごめんなさいね、なんか一回鍵かちゃったけど、もう一回かちゃったついちゃったんですけどね、入ってて入ってて、はい。さあ今日はね、まあ、いつもそうですけど、また楽にね、楽風にぐだぐだね、喋りたいと思います。パソコン横にしてね、今日飲んでるビールはあのフランスの、なんちゃらのビールを飲みたいと思います。ちょっと、親父が語る、動画にしましょうかね。はい、あ、ユイレブンさんも、はい、こんばんは。あ、はい、コインありがとうございます。そうだ、忘れていた。皆さん、あの、もしよろしかったらね、コインを投げていただけるとありがたいです。はい、あとで編集作業が楽になるんでね、よければ皆さん、 ありがとうございます。皆さん本当ちょりんちょりんってね。いや、今週もね、結構、あ、来てるお客さん、はい、どうぞどうぞどうぞ、はい、入ってって入ってって、はいはい、こんばんは、こんばんは、こんばんは、はい、いらっしゃいませ。いや、今日はさ、いつにも増してラフにやりましょう。ネタがないからですか。いやいや、そうじゃなくて、なんかさ、あ、パラゲさんコメインありがとうございます、いらっしゃいいらっしゃい。いや、なんかほら、あのラジオのこうノリでやってたじゃん。はい、あれは飽きちゃってさ、もうラジオ番組的なテストやめようかなとか、もう直前3分ぐらい前に本当台本こう見ててさ、なんかつまんねえなーとか思って。本当にだから皆さん、あのバーに来てテーブルにこう座ってさ、お互い顔見ながら喋ってるぐらいのこう落差加減でいきたいなと思ってるんですけど、乗り換えてもいい？まあ、全然大丈夫です。そうすか、そうすか、わかりました、はい。マリさんさ、あの今週末、はい、ほらまたあの中継やるじゃないですか。はい、ハーフタイム、はい、あ、よろしくお願いします。本当今週もね、で、あの、まあ、きっとまた、うん、なんていうの、配信には過酷な場所だと思うんだけどね、はい、場所はないしさ、多分椅子もないだろうしね、うん、3人こう立ってこう、うんうんうん、なんかやる感じになると思うんですけど、あの、はい、少しハーフタイムあたりからこう後半を実況してみるとか、やってみない？どうしたんですか。いやいや、今週ほらスイッチングとかないじゃん、ね、大事な試合だから。そう、大事な試合だからさ、もうそれどころじゃないかなと思って、うん、この試合、あ、それもそれでね、いいんだけど、この試合はね、怖いっすよ本当に。そう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 、怖くないっすか。今日ね、うん、あれ、うん、ちょっとあのどこでしたっけ、党員が途中まで、あ、すごかったね、本当、ね、すごかったね。これこのままどうするんだろうと思ってちょっとドキドキしちゃいました。2点先制でしょ、党員が、はい、すごい。俺ね、3-3でそのまま行って、うんうん、あれですよね、なんか延長で1点返されて終わった。そう、札幌が、あ、でもね、札幌もね、うん、0-2で2点追いかける展開で 2-2 まで行って、でその後、うん、また党員が入れて 2-3 になって、で、うん、後半の終わり際に 3-3 で追いついて延長に飛び込んだのよ、うん、お、渋い。そうそうそう、ヒリヒリする試合してたんです ね。でも普段ほら関東とかでさ、党員のね、あの実力俺ら知ってんね、うん、セカンドチームであんなだからさ、はい、だから別に、はい、まあ、そんなこともあるよなって感じはするんだけどね、Jリーグの人から見たらびっくりするんだろうね、うん、きっとね。え、今回ジャイキリしたとこ他にあるんですか？なんかジャイキリした、あ、ごめん見てないや、それ以外は。他に、なんか天皇杯負けたような気がするんですよね、横浜 FC が。あ、へ、あ、来た来た来た、あ、ソニー戦か、はいはいはい、はい、いらっしゃいませ。あ、こんばんは。あ、こんばんは、はい、今週もよろしくお願いします。お願いします。体調どうですか、今日は。お元気ですか。体調はもういつでも元気ですよ、うん、あ、バチクですか。体調悪い時なんで全然ありません。あんだけ有給取っといて随分言うね。はい、もう記憶にございます。あ、そうですか。じゃあ今週もあのチラシ寿司みたいにいろんなネタをこう持ってきてますんでね、あの思いつくままね、はい、あの待機節でね、喋、はい、ってっていただけるとありがたいなと思います。
ウェクスさん、カレーパパさんも、はい、こんばんはということで、じゃあ時刻はね、22時をちょうど回りました、東京23 FC と実況隊のコラボ番組、はい、クラブとファンの夜のたまり場、毎週23始めましょうね。今日はですね、あんまりこうラジオラジオしないでね、本当にあのテーブルで皆さん顔つき合わせてね、喋ってるぐらいな、ラフさでいきたいと思います、今日何日っていうと6月の8日ですね、はい、水曜日、夜10時をちょうど1分になったとこです。今日75回目のですね、皆さんあのこっち の, あのイベントですけれども、テーマはですね、はい、全国大会まであと2勝、全社関東予選の対戦相手が決まりました、早稲田大学足利蹴球部 FC ということでね、今日みんなそれで喋ろうぜ、はいね、さあテーブル、座ってる私から自己紹介します、はい、東京23勝手に実況隊の実況 MC です。メイン MC やってます、ブラジル36です。皆さんよろしくお願いします。ありがとう、はい、どんどん飲んでってね。はい、じゃあお隣の席どうぞ。はい、うわもう何にも思い浮かばなかった。アシスタント MC だよ役割はねそう忘れちゃった、うん、いやなんかあれをなんか質問考えようと思ったんですけど大喜利いいよはい、でもねここ1週間ぐらいあもうちょっと何でもないです、うん、忙しいんだよね、はいはい、分かってるよ。アシスタントです。はい、マリです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ今テーブルにね、駆けつけて座ってくれました。はい、レギュラーさん、コメンタリーさん、よろしくお願いします。どうぞ。はい、なんか番組、うん、なんかオープニング変わりました。なんか、うん、23ってやんなくないですか今日。あ、やってないか、そうだ、じゃあやろう、終わってから、ね、じゃあ乾杯する前にやろう、うん、えいつも、うん、いやあれでスタート、それスタートしてないから、それでスタートじゃあ途中で入れるからじゃあ早く自己紹介してあ、自己紹介、あすいません、SMG の原野大輝です、よろしくお願いします。はい、大輝さんありがとうございます。はい、でコメントサポートですね、液晶がねテーブルに置いてある手で皆さん考えてください。はい、テーブルの液晶の中にねパルゲルさんが映ってます。東京23勝手に実況隊の映像パルゲルさんですね。はい、じゃあね、あ、皆さんタイトルコールをやらないとねあ、もうカレーパパさんに言われちゃってね、はい、やりましょうやりましょう。じゃあ私が皆さん毎週と言ったらね、皆さん23ですね、はい、乾杯しましょうね、はい、みんなコップ持った、はい、はい、持ちましたね。じゃあ行きましょう、私が言います。毎週23、ほら待ってた待ってた、本当だ、いやこれ待ってましたよ本当、これないとやっぱみんな始まんないんだと思いますよ。すごいね。で写真撮る時ももうみんなで言ったし、うん、この東京23って、おお、うん、なるほどね、ちゃんとみんなやってほしいんですよね、うん、これあのやっぱね、これはね、うん、俺のやっぱ愛弟子近藤圭がやっぱ一番良かったですね。あ、近藤圭、近藤圭にお前ちょっとこれ写真撮るときはいつも盛り上げなきゃダメなんだよって言ったら、あいつは自ら考えて、うん、ザッケローニーザッケローニー、確かにいいな、ね、ザッケローニーは結構あの時は良かったっすよ本当だね、近藤圭やっぱすげえなって思いましたよ。なるほど、近藤君今どこで仕事やってるの？今圭はゼルビアに、うん、あ、町田なんだ、はー、よかったな、スタッフは出世できるんですよね。結構でもあれだよね、23をこうなんていうの、飛び箱のようにこう、あ、飛び箱っていうかね、踏み台にしてってね、みんないろんなとこ行ってるよね。うん、うん、もうやっぱりね、いろんなことできるんで、やっぱ全てを学んで出ていくっていう、うんうん、一番いいクラブ、ね、そうだね、うん、いや、そんな、そういうのをね目指してる若い皆さんもね、このラジオ聞かないとダメですよ本当にねさあ、あ、ラジオじゃないんだ今日は、ごめん、飲み会の会場なんだ、イメージ変えよう。さあ、マリさんコメントちょっとね、テーブルの皆さんにお伝えして、どんなコメントかなって。はい、はい、あ、毎週23は皆さんのコメントで作る番組です、うん、はい、常連さんも初めて聞いてる方も、皆さん、23サポーターも他のチームのサポーターでもぜひぜひコメントお待ちしております。面白いコメントどんどん拾っていきます、うん、また番組じゃないんだけど番組では続いてほしいテーマや質問などございましたらツイキャスコメント、またはツイッターにハッシュタグ東京23FC もしくは毎週23をつけてツイートしてみてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうもどうも、うまく対応してくれましたね、マリさんね、直前のね設定変化でね、ん、初見さん、初めての方がいらっしゃってます。あ、読んで読んで読んで、はい、大丈夫、
これなんて読むんですか？レト、レトネムアール。あ、読めないね。レトネムアールさんっていうのは初見さん、うん、あ、こんにちは。とんでもないところに、あ、レトさんっていうのは、ね、ありがとうございます。こんにちは。とんでもないところに入ってきちゃってね。これサッカーのね、あの話をぐたぐた喋る番組なんで、よかったらあのサッカー喋っててください。飲み物買っててがいいと思います。くだらなすぎるんで。これレトさんはどこで知ったんですかね。あ、どうなんだろうね、この情報。迷い猫みたいにたまたま入ってきちゃったんじゃないの。まあ、そう、たまに俺これツイキャスラジオの、うん、本当なんか俺の全く知らないような世界のなんか面白いやつやってるじゃないですか。あれ、はい、入っちゃうときドキドキするんですよね。あ、でも面白いよね。わかります。わかるわかる。言っていいのかなって思って、うんうんうん、サッカーで ありがとうございます。サッカーで検索したら毎週23が出てくるって。え、マジか。ありがとうございます。すごい、初めてだこんな人。サッカーって検索して毎週23出てきたら結構やばくない？すごい。あ、そうですか。レッドさん、何、あのどの辺のサッカー好きな人ですか？で、あの例えば代表とか J リーグとか、もしよかったらね、ぜひ話が広がるんでね、言っていただけると嬉しいです。ね。さあ、じゃあ少しね。そうなんですよ。うん、あ、どうぞ。いや、初見さんで僕も思い出したんですけど、はい、あの本当に今23クラブハウスで、うん、まあ、オンラインサロンで最初14名ぐらいいたんですけど、まあ、うん、ちょっといろいろあって、うん、今12名ぐらい減ったんですけど、いろいろマリさんもいろいろこう発信してくれたり、うん、あの、はい、出てくれた人が結構面白い面白いって言ってくれたから、はいはいはい、あの一人久々に申し込みしてくれたんですよ。あ、おめでとうございます。申し込みか、そうなんですよ。なんだけど久々の初見すぎて、うん、登録の仕方がわからないって今パニックってるんですよ、自分で。運営がちょっと、そう、運営申し訳もう。本当これ聞いてる、あの申し込んで聞いてくれたら本当すみません。これもう SMG のもう本当に仕事の能力、そう、久しぶりすぎてっていう、今ちょっとパニックって言うんですけど、あの皆さん振るって申し込みしてください。だから常に申し込みがないと忘れちゃうんで、あのぜひあの、ね、6月って6月ってなんかイベントやりますか、どっかで。いや、もうだからその人登録してからガンガンやろうと思ったら登録できない。ちょっと待って。やります。待ってます。だ、今週もだから全社やりたいですよね、うん。あ、そうですね。あのクレームはぜひこの、まあ、あの毎週23の方のコメント欄でね、あの大輝さん、ちょっと私全然部屋に入れないんですけどってコメント書いてくれるのありがたいんでね。いや、そうです、はい、それが一番。あとね、初見のレッドさんがね、うん、コメントいただいて、ありがとうございます。今の選手はあんまり知らなくて、現役の時3年前はよくサッカー見てました。ちなみにポジションは元ゴールキーパーですということで。あ、どうも大輝さん、経験者の方のようですね。あ、いいですね。いいですね。いや、ぜひ、うん、じゃあ、あの今日小ネタいっぱい用意してますんで、思いついたらあのどんどんあのネタを投入してください。あのくだらないネタから率先して読みますんで、私、はい。さあ、じゃあね、いいですか。聞き方はあれですよね。あ、どうぞ。聞き方は、いや、聞き方はだから初見さんで、ね、聞き方は酒を片手にビールを持って、うん、あ、そう、でいつでも寝れる準備をしながら、寝ていくためのサッカー番組ですよ、ね。そう。で、それを寝かさないようにするのが俺たちのこう腕の見せ所みたいな、ね。あ、そういうことですね。はい。大体寝られちゃうんだけどね、みんなね。いいんです。そうですね。ちょっと頑張っていきましょう。はい。ありがとうございます。さあ、じゃあ最新の23のネタをフリートークでおしゃべりしましょうということでね、皆さんテーブルね囲んでね、あのひそひそ、ゲタゲタしゃべ、ぐだぐだしゃべろうと思いますけど、今夜の23トピックス、まずこれからいきましょう。今週はですね、結構ね、いろんなテレビにね、あの23要素がね、こうスパイスみたいに振り込まれててね、私結構楽しかったんですけれども、まず最初これ皆さん見ました？上川さんがバラエティに出たっていう番組見ましたね。見た、よかったよかった。泣きましたね。いい番組だった。そう、あのそう、スポーツ選手、いろんな各界のスポーツ選手が出てきて、自分の心に火をつけてくれた人はこの人ですみたいな感じ で結果的にね、あの世界のレベルまで行った人たちが多かったんですけど、僕らのね、この火がついた瞬間、現役サッカー日本代表に火をつけたのは誰かということで、皆さんもご存知の通りと思いますけど、この人でございます。ビヨン、上川です。はい、上川さんですね。
はい、聞けば聞くほどよくわかる超解説ということでね、あの23の実況隊にもね、あのよく来ていただいてね、はい、あの現地調達っていうとですね、はい、なぜか来てくれるというですね、現地調達される専門の方なんですけどね、あのだんだんこう、もともとはね、あのすごい明治大学の総監督といって、今の明治大学のサッカーをこう作った、はい、あの立派な監督さんなんですけど、まあ、サッカー好きすぎていろんなところにこう紆余曲折してですね、だんだんこうなんていうの、素が出てきてですね、あのなんていうの、ただのサッカー好きの不良親父みたいな人になってきちゃいまして、最近ではあの実況隊のね、あの解説に来てもね、松木さん以上に吠えてしまってね、いろんな方から怒られるというね、そんな上川さんですね。大輝さん、私のこの今のご紹介はあれでしょうかね、上川さんのとクラブの関係を今後悪くしますかね、大丈夫ですかね。いや大丈夫、いや亀川さん聞いてなんですかね、あ最近忙しいって言ったから、いや忙しいね、余裕がないって、まあ、はい、これ出ちゃったからやっぱりもうまたいろいろ殺到してるんじゃないですか、ね、地上波でしょ、もうこれ次あたり代表の試合のあれじゃないですか、あの解説でね、解説、うん、仕事っぽいじゃないですかね、吠えたらどうしよう、そうそう、あ吠えて、うん、長友選手のね、うん、だってこのブラジル戦の長友選手を見て上川さん見たらこうね、あだこう、すごいじゃないですか、確かにね、すごいと、なんか番組はね、あの長友さんの V を見ながら上川さんに長友さんを語ってもらうみたいな感じなんだけど、これがちょっとドッキリになっててね、見てない人にちょっと説明ですけど、これ今あのテレビ の, あのアナウンサーさんとあの上川さんが動画今見てるところなんですよ。でそこにですね、上川さんにはあの今長友さん特に言ってるんですけどとかって言いながら、実はこんにちはって感じで、あの長友さんが裏から顔を出してサプライズをするというですね、はい、でも上川さんはね、多分ね、なんか知ってたんじゃないのかな、顔が結構ね作ってたからね、あ番組に協力してるなって感じだったんですけど、まあ嬉しいねって感じで、こうやってね久しぶりの再会を果たしたお二人ということで、本当に上川さんってあれだね、長友さんとこんな密接な人だったんですね。ね、本当にちょっとすごいなと思いました、ね、ウルトラ有名人じゃないですか本当に。さあそんな感じで、あとね、まあ、長友さんが上川さんにこうなんだっけ、最初はフォワードやってたって言ってたね、長友さんね、そうですね、前目の選手だったって言ってました。で上川さんにポジション変えてみろって言われてサイドバックになって、ほんで初めはふてくされてたんだけど、それがね結局長友さんのこうサッカー人生に影響を与えるような感じになったんですけど、そういうことをね感動的に語ったんですけど、大輝さんどうなんですか、あの23にもかつてフォワードでサイドバックにこう変わってから逆にこう目が開いちゃったような選手って過去にいたんですか。23はまあ、うん、そんなに、まあ、でもちょっと俺もこれね録画して俺まだ見れてないんですけど、ごめんね先見ちゃった、いやいやいや、コマーシャルとかいろいろ告知とか見てるだけで、うんうん、大体の雰囲気と、うん、大体の上川さんのイメージは湧いているんで、うん、大丈夫ですけど、うんうん、やっぱフォワードからサイドバックっていうかボランチとかじゃなかったですか、長友って。あボランチなの、なんかもう1個2個前みたいな。あそうなんだ、うん、でもその、うん、ディフェンスよりは前みたいな言い方をしてたんで、うん、なんかどこだかはどこかなかったし、うんうん、だからあれ 東福岡でしたっけ、あれどこでしたっけ、長友さんどこ、なんか果実じゃないよね、うん、そうだね、東福岡か、違う、そうだからフォワードからサイドバックってよくある天候なんですよ、うん、サッカーあるで、うんうんうん、結構だから、まあそういうね能力あるやつがサイドバックやって、うん、まあ上川さんの中でなんかパパってあったんじゃないですかね、神のように、すごいよ、ね、神の上下から、うんうんうん、あそうそう、今あのパラギアさん言ってくれたけど、飯島選手なんか入った時はディフェンスだったけど、あのね、あの結局コンバートしてフォワードだもんね、うん、いやヒデはもともと前だけど、あユネさんが、うんうん、はい、ヒデサイドバックにしちゃおうぜっていう感じ、似たようなもんじゃん、ヒデ
ヒデさん聞かないしね、そのヒデさん何使える使えるすごいな、なんかあの簡単バイトのあれシフトみたいだねお前いつもカウンターやってるけどちょっと今日調理やってみたいな、まあ、いやだからやっぱボール持てたり、うん、まあ能力はあったから、うん、まあでもそれの経験があって俺八田さん来てフォワード戻ってなんか開花した感じはありますけどね、うんうん、ああなるほどね、で外行って、でまた最後に今小松さんに、まあ最後になるのか分かんないけど小松さんでやって今一番練習してるって言ってましたからね、あ本当、なんかハード練習になればなるほど実はなんか楽しんでる感じはしますけどね、ブー、ブーブー言うっていうかなんかこう大変だけど、うんうんうん、なんか、うん、いいっすわみたいな感じでやってますなんかヒデさんとタカさんがさあの中でこうハゲ歯食いしばって練習してるの見ると俺勇気出るよな、俺もまだ頑張らないと、本当すごいっすよ今日も今日も本当すごい、うん、すごいなと思って俺、今週 前者ですけど大丈夫ですか、うん、みたいな、そのぐらい追い込んでる、合宿中ですかっていうぐらい、あそうなんだ、うん、すごいな、やっぱすごい、まあ その辺をこう小松さんもいろいろ考えて、うん、コンディションと、うん、まあそのメンタリティと、まあいろいろ計画の中でやってるんで、うん、まあいい形でね、うん、電車もできればと、うん、感じなんですけど、なるほどね、はい、という感じでね、結構テレビの方もね盛り上がってたんですけど、最後こうこれ多分小平のグラウンドじゃないかなと思うんだけどね、 FC 東京さんの、あの、うん、FC 東京っぽかったね、そうだよね、これ上川さん、上川さん泣いてないんですか今回、えちょっと泣いてましたよ、ちょっとやっぱ泣いてました、うん、ポロって話しながらちょっとうるっときてました、うん、なんかこの後でもあれで上川さんだから、うんうん、泣かないなんてことはないような気がしたんだよね、あ泣きの上川よし今度試合中に泣かしてやろうぜ、泣きの上川じゃないですけど、やっぱ熱い、やっぱこういう話してるとなんか盛り上がって何かしちゃうかなって思ってたんですけど、じゃあ心震える試合じゃなくて涙こぼれる試合を見せてやんないとね俺たちがねそう、まあこんな感じで、あの上川さんがね、長友さんと一緒にこう出てましてね、全国のねみんなサッカーファンの人にちょっと知っていただいてよかったなって感じでね、うん、はい、あの次回来た時は長友さんの話をしてですね、ちょっと視聴数を稼いでもらいたいなと思いますね。さあそれでね、これはこれでよかったんですけど、今週も一つね皆さんよくあのご覧になってたと思うんですけどね、こんなね、盛り上がった試合がねありましたね、はい、ワールドカップへの道ということでね、ロードトゥカタールということで、まあ、出場決まってるこの日本代表がですね、まあ、最後の連動を高めるということで、これキリンカップでね、キリンチャレンジカップだと思うんですけど、はい、今週行われておりまして、今週はね、あのブラジルとね対戦するということでね、なかなか見応えのあるね、あの正直いいゲームだったんじゃないかなと思いました。で内容皆さんね見てますもんね、あの大体はね、はい、大輝さんこれあれですか、代表ご覧になりました試合は。あこれも録画でしたけど、うん、見ましたよ。あそうですか、はいはい、あ感想ありますか。いや、まあ、あの国立の、うん、雰囲気がやっぱいいですよね。いいっすよね、確かにね、うん、俺もあのいつだろうな、何年だ、うん、あれできて、うん、アントラーズとなんかの天皇杯を見に行ったのかな、うんうんうん、国立行っていいなって思って、うんうんうん、その時満員だったかどうかないけど、まあ、久々に満員っていうのを見たのか、うん、やっぱ雰囲気やっぱいいですよね。あそうだよね。でもあれできてるからずっとコロナだから、おそらく満員ってなかったんじゃないですかね。そうですよね、だから俺が行った試合はコロナだったのかな、うん、へ、確かコロナの間にできてたような気が、オリンピックの前だから、うん、オリンピック中ずっとコロナだったんで、うん、確かになんか、でもこれ、でもあれサポーターいたような気がする。いたよ、サポーターいたよ、サポーターの、そうアントラーズがサポーターのアントラーズ、うん、あの弾幕をコレオとかなんかこういろいろやる、はい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 、サポーターの一致団結さを見てもすごいなと思って、もう職人ですよあれ、なんかこう掛け声でわーってなって流してあげて、うん、なんつって、であれ警備員とかも仲間なんですよ、うん、警備員も一緒になってこうやって作ってやってるんですよ、うんうん、それは23もできそうだな、あなんかアレクサ
あの言ってた植草さんがめちゃくちゃ雰囲気良かったです。あ、良かったっつってた。そうそうそう、植草さん言ってたのかな。いや、あのね、植草さん言ってたんでしたっけ。あの、ね、違うな、言ってるの違うな。これだよこれ。え、よ俺ね、四神植草さんやってました。四神植草さん、すげえ出世したなこれよく見つけましたね。いや、たまたまあの見てて、で、うん、あの俺にあれ民放の方で見てたんだけど、あの試合が終わって、はい、こうスタンドを舐めてたんだよ。そしたらこの顔が出てきてさ、これどう見たって砂川さんじゃん。よく似てる人いるなと思って、砂川さん隣はね、そうそうって言って、これ絶対トマベチさんじゃん。砂川さんに似てる人はいて、トマベチさんに似てる人はいるけど、その両方が似てる人がいるってことはまず確率的にないから、これってひょっとして本人じゃねえみたいなね、あの感じだったんですよね、はい、すごい。そうそうそう、で一応砂川さんに聞いたら、はい、言ってましたっていうことでね、うん、あの砂川さんの左側はね、なんかあのジュニアユースの、 あの監督さん、石部さんだっけ、なんだっけ、うんうんうん、あ、石部さんじゃないか、ジュニアユースの方、あ、伊坂さん、ちょっと分かんないですけど、うんうんうん、だそうですね。あと後ろにね、あのジュニアユースか、ユースの子供たち、アカデミーの子供たちも何人かいて、そうそう、一緒に見てたって言ってた。そうだね、うん、いやいやいや、楽しんでるじゃありませんか。なんでここで23の帽子をかぶってないんだ、トマベチさんって感じなんですけど、私的にはね、もう全国に23が出る予定だったのに脇が甘いなというかね。すごいですよね、クリアソンがあれ出しましたよね、うん、クリアソンですよね。そうそう、何なのあれ、あのなんか、うん、グッズ売ってたっていう、出店やってたよね、すごい、なんだそれと思って、うん、はい、知ってる大輝さん、うん、それ見ました。そう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 、ね、すごいですよね。だクリアソン出店出してもらってもいいから、中にさ、あの23のグッズ置いてもらうとかね、何、うん、か置いてもらうとか、23区のほらユナイテッド置いてもらうとかね、なんかそういうのできれば。クリアソンはほらやるからね、うん、そう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 、あそこで試合やるからね。そうだね、はい、カズさん出られるのかね、大丈夫なのかね、なんか怪我がどうなってたけどね。カズさんが出てくれなかったら結構きついっすよね。ね、そうそうそう。何人ぐらいを想定してるんですかね。でも 2,3 万は考えてんじゃないの、余裕で。2,3、まあカズさん出る、だから本当カズさん頼りですよね。うんうん、カズさん出るって言ったら結構盛り上がりますよね。国立に戻ってくるってなる。そう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 。でもクリアソンさんそれでいいのかって感じはするけどな。あ、でもカズさん目当てに来た人たちはみんなクリアソンさんのファンにしちゃえって感じだ。うん、あのだと思いますね。ライブハウスでいうと対バンの客を奪うってやつだね、うん。まあ、だから東京の、ね、うん、人たちの、その辺の人たちがやっぱ、うんうん、どうであれ行くっていうことはいいと思いますけどね、うんうんうん、でクリアソンを知って、うんうん、で、そうですね、もう JFL のそのアマチュアのサッカーを知るっていうのはいいんじゃないですかね。あ、なるほどね、うん、はい、まあ国立で俺も早くサッカーみたいな、まだ行ったことないんだよね、外をうろうろ歩いたことあるんだけど、うん、はい、最後ですね、毎日駅は通るんですけど、駅は通るか、そうかそうか、はい、まあ、これあのブラジルの選手たちがですね、あのどっか、はい、あの有楽町かどっかの居酒屋さんでですね、ちょっとあのなんか食事をしてたらしいんですけどね、はい、皆さんハッピーな東京の、ね、夜を過ごしたんじゃないですかね、はい、ぜひ。でも、うん、でも日本代表あれだね、あのこのあれでしょ、今大会はドイツとスペインとやらなきゃいけないんだから、ちょうどいいこうなんか練習になったんじゃないですかね、うん、今回ね、はい、うん、代表の皆さん頑張ってくださいということでね、はい、うん、あまり関心なさそうだねマリさんねじゃあ次行こうか、はい、いやそんなことないですけど、うん、いやあまりにも見てて、うん、あのすごいやっぱりすごいなと思ってサッカー見るんですけど、うん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 、すごいなって終わっちゃうんだなっていう代表を見てても、そうなんだよね、あーなんかこうそこまでこう、うん、感情にしないんだろ、勝った負けたって言ってそう、うん、でああってならない自分が、うん、あーそうなんだなって昔からそうなんですけど、うん、なんかすごいサッカーだなっていう、こう、うん、そういう意味ではショーとして見に行きたいみたいなぐらいな感じで、うん、そうだよね、うん、なんかはい
なんかそういう感じで見てました。あ、分かる。俺でもね、代表面白いけど、はい、やっぱりブリオベッカと23で殴り合いやってる方がすごい見ててもハラハラするんだよね。ボンズとかさ、まあ、私はずっとあの日本代表があのペナルティーエリアの中に全員いた時にずっと私はもう、うん、あ、日立ビル、日立ビルと思ってずっとずっとなんかどっかで見たことあるなこの状況と思って、あ、日立ビル戦だってそう思い出しちゃったっていう。なんか色がね別だか、うん、あの逆だったんですけど、ね、うんうん、あ、そうだね、そうだね、色的には逆だったんですけど、うんうん、はい、エスペランサ対日立ビルかなと思いながら、なるほどなるほど、はい、アセッサーに佐野さんでもいたのかな。ずっとあれはもうすいません、いまだにずっとそれは日立ビルと一緒にこう、うん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 、一緒になってました、うん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 、それは面白かったです。はい、代表で関東リーグを思い出してしまうっていう、まあ、病気ですねほとんどね。はい、病気でした、はい、はい、すいません、はい、いいです、はい、みんな実況隊も病気ですからね、はい、次の話題いきましょうね、はい、今週テレビでね、はい、いろいろ二重三的スパイスが出ましたけれども、とりあえずね、今週末の、ね、メインテーマですけど全社関東予選の組み合わせがね、はい、とうとう決まりましてね、対戦相手はですね、はい、早稲田大学 HKFC になりましたね。よ、今シーズン2回目の対戦だね。そうですね、はい、今週の6月12日の日曜日の、ね、お昼1時半から行われます、場所は非公開ということで、ね、無観客試合のため、ね、皆さんあの残念ながらちょっと会場には、お越しにならないでくださいということで、あの全社関東予選の準決勝になりますね。だからあと2回勝てば、はい、去年行けなかったあの全国大会に行けるぞってそんな感じでございますね、はい、ちなみにライブ配信は、うん、あの大輝さんがですね、連盟の方に掛け合っていただきましてね、場所を取っていただきまして、やれることになりましたので皆さん大輝さんにぜひお礼のね拍手をしてあげてください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそんな感じでね、早稲田とやりますけれども、今年は、はい、確か シーズンのド頭が早稲田戦でしたよね、うんうん、そうですね、はい、これは昨日のそう先週の、ね、試合早稲田の試合ですね、うん、あの古賀 FC 古賀とやった時の写真ちょっと今出してますけどね、うんうん、はい、さあそれで大輝さんに質問でございます、はい、まあ、早稲田戦に向けてねチームの練習も今ね熱い状況だと思いますけど何かこういいネタ大ネタ小ネタ中ネタありませんでしょうかね。チームネタですか。はい、練習ネタ。練習ネタ、うん、いやだから超ハードに追い込んでおります。ああ超だハードにもういいサッカーが、うん、ね、見れないですけど無観客無観客でなんでですかねって思っちゃうんですけど、うんうん、まあ、いろんな事情が多分あるんだと思うんで、うんうん、まあ、申し訳ないんですけど、うんうんうん、まあ実況隊さんの心打つ実況で皆さんの心を打ってください、はい、頑張ります。皆さんの目となり、耳となり鼻とな、あ、鼻はねえか、皆さんの感覚器となってね、うん、私とね、マリさんとバルゲルさんでねお伝えしていきますのでね、ぜひ配信でお楽しみいただければと思います。あの、うん、どうでしょう、あの週末はどうなんですか、トレーニングマッチとかその辺はなかったんですか今週末は。いや、ありましたよ。あ、そうなんです。私、相手チームので、相手チームの、あの、何でしたっけ？インスタで見つけてしまったんですけど、私の大好きな日立ビルさんと練習試合をしていたのを見逃さなかったです。そうか。でも、スタメンとかそこまでは載ってないでしょ？載ってないです。そうだよね。単に日立ビルさんが、今日はトレーニングマッチって書いて。うん、なるほど、はあ、いいなと思っていいお手合わせができたでいいですね、はい、ね、うんうん、チーム的にあれですか、新しいこう要素とかっていうのはありそうなんですか。当日のお楽しみになりますけれど、とうん、まあいろいろね、まあ、40分ハーフだったりとか、あ、はいはい、しますので、まあ、いろいろ、うん、まあ、怪我人も復帰したり、うんうんうん、出てきたりとかいろいろあるんで、うん、やっぱまあ、うん、もう総力戦でやるとは思いますけど、うん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 、面白い、楽しみにしてもらっていいんじゃないですかね。あ、なるほどね、はい、久々にやっぱ見るっていうとまたね、うんうん、いいと思いますので、うん、そうですね、結構飽きましたもんね。あ、そうだね、
そうだね。でも早稲田もね、今年は頭でほら、うち確かうちら勝ったよね、東京カップだからね、はい、だから2回はやられないぞって言ってね、きっと対策してくるだろうしね、楽しみっすね。そんな感じか。はい、なんかあれですか、告知はないけれども、なんかあれ、俺らイベントとかやんの、番組の中で。え、アンケートとかそういうのやんないの？アンケート、うん、いや、番組の、まあ、なんか番組中になんかこうお客さん絡められるような適当に今言ってるだけだけどさめっちゃ適当ですね、うん、はい、ね、なんかあればいいですけどね。開幕戦の時にね、なんか早稲田の、あのマネージャーの、ね、女の子にさ、番組来てよとかね、あとなんか言ってましたね、そうそう、アシスタントやった男の子に来てよとかつって喋って言ったんだけど、結構あっさりと、いや、学校なん で無理ですとかって言われちゃったからね、今回もなかなか難しいかもしれないけどね、はい、そうですね、うん、まあでも楽しそうですけどね、ね、まあ、ないと分からないんで、そうそうそう、まあ、とりあえず皆さん、くれぐれもね、前勝ったから今回も勝てると思い込まないでですね、サッカーって常に何か変なことが必ず起こるスポーツですから、やっぱりブラジル代表と戦うぐらいの気持ちでね、僕らは早稲田 FC にね、臨みたいと思いますね、個人的にはね。そのつもりで実況しましょうね、マリさんね。はい。はい、クルクマちゃんからね。早稲田のあれですよ。どうぞどうぞ。やっぱあれの時は3月なんで。そうなんだよ。チームじゃないですからね。そうだね。新入生のね、なんか顔見せみたいなもんですもんね。まあ、新入生も入ってないとか。入ってないか。そういうレベルなんで、だから、うん、だからまあ本当になんかもうね、難しい、一番難しい時期なんで、うん、多分大学生さんなんで、そこから新入生入ってきたり、ある程度トップとセカンドとサードとかを分けてる中でのチームになってくるんで、うん、まあだいぶいいとは思いますけどね、うん、やっぱりなるほどね、まあ、やっぱりブラジル代表と戦うぐらいの気持ちで皆さん臨みましょうね。はい、さあ、黒熊ちゃんからね、コメントいただいてます、よそのネタですが、そういえば元うちの橋岡和樹選手がエリスに入ってびっくりしましたって、ご、そうでしたね、本当に私も今日ニュース見てびっくりしちゃった。なんでうちに来なかったんだろうシンガポールだ、シンガポールのどこ、新潟だっけ、和樹欲しい新潟ですそうですよね、そうだよ、なんでエリス行ったんだろうね、就職関係があったのかね、なんかエリス関係に、まあ、あの人いらっしゃいますしね、うん、あの人ね、あの人いらっしゃいますからね、はい、あの人が引っ張ったのかね、うん、じゃないかなと思いますけど、ね、なるほどね、もう、うん、いいかなびっくりし、それしか考えられないですよね、なんでエリスなんだろうなと本当思ってね、さすがだなと思って、はい、うん、そう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 、畑明さん声かけなかったの、いや、こっちにいるって知らなかったです俺は、うーん、なんか結構前からちょっと見てましたね、まあ、うん、うん、もう前から、ね、なんか、なんか、うん、日本にいるのを、うん、随時ペイさんが挙げてたような気がする、すごいな、よく調べてんな、本当に情報部みたいな、なんか誰かがうん、なんかだから日本にいるんだなっていうのはちょっと前から、いや、これはいい補強ですね、そう思いますよね、僕もそう思う、うん、強くなる、まあ本当そうなんですよ、うん、だからこっから、まあ本当止血だとか前者とか、うん、まあ本当補強もね、いろいろ各チームしてくるんで、うんうん、まあ本当にこっからまた新たな、ね、チームになる可能性もあるんで、そうですよねうちらあれだっけ、2部に落ちるか落ちないかのあの辛い年に橋岡選手に来てもらったんだよね、確かね、そうそうです、そうだよね、ですごい結構聞いててさ、助かったとか、まあ、ほとんど残留してくれたの、うん、残留できたのもね、何パーセントか本当橋岡選手のおかげでね、うん、うん、レベル違うと思います思ったよね、確かに縦早かったもんね、うん、そっか、まあ、インスタ、え、何、黒くまちゃん、インスタで、うん、インスタで焼肉食べてたから怪しかったって、誰かさんと、あ、ペイト、あ、ほんとあいつは肉でこう選手呼ぶんだな
うちらもこれしかないな。大正園さんにお願いしてさ、もう肉攻めにして来てもらうしかないな。まあでもまたね、彼のプレーが見れるって楽しみですね。エリスさんもね、またちょっと見る楽しみが増えてきましたね。はい、うん、はい、そんな、ちょっと話が、こう飛びました。カレーパパさんのコメントも読んでおきましょうね。早稲田戦の4コマ書いてますが、ありがとうございます。納期今週中が間に合いそうもありまへんだってということで、ひょっとしたら早稲田戦が終わってからかもしれません ね、 で、 ね、あのでもみんな楽しみにしてると思います、うん、はい、それからね、ちょっと巻き戻す、ね、納期ってどういうことですか。あ、でも俺発注とかしてないからね。追われてる、そう、多分編集追われてる先生みたいな、追われてる先生だけ、先生、カレーパパ先生、もう納期です。そう、大丈夫ですか。そっか、あの山とかに連れてって出せないじゃん。そうですか、ホテル監禁とかみんな、あのカレーパパ先生にね、あの 激励のね、はがきをコメントで送ってください。あとちょっとね、巻き戻すんだけど、さっきレトさんがね書いてくれて、うん、メキシコ代表オチョアが好きでしたってことで、ちょっとねご自己紹介してくれましたね。身長はめちゃくちゃ大きいというわけではないですが、ポジショニング、セーブスキルが高くて好きでしたということでね、ちょっとやっぱキーパーさんの見るところが違うみたいですね。あの23のサポーターさんがね、あのフットサルのこういう懇親会やったりとか、あと23のね、あの方でもなんかあのチームでね活動とかしてることがあるんで、もし今でもねゴールキーパーやりたい、やられるんでしたらね、あのそういうのに参加してみるといいかもしれませんね。関東リーガーの人のぜひ遊びに来てくださいね、あのサッカーとかって近所で見るとやっぱすごいもんね。本当にこいつ人間じゃないなってスピードですからね、はい、ぜひどん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 こう絡んでいっていただけると嬉しいなと思います。さあ、それでね、じゃあ、話を進めるか、もう10時40分だな、あっという間だな。じゃあとりあえず皆さん、あの早稲田大学、FC 戦はね、あの実況隊の動画でお楽しみいただければと思います、はい、いつもの時間にやります。はい、さあそれでですね、関東予選の話をねちょっとしたいんですけど、早稲田大学のこの試合はね、全社関東予選の準決勝ということで、あの今年は第58回で全国社会人サッカー選手権大会通称か、全社と呼ばれております。今年は鹿児島でやりますね。でそれに出場できる7チームをね、関東地域からですね出さなきゃいけないんですけど、それをちょっと皆さんに簡単にご紹介したいと思います。まずこちら見れますか。大丈夫です。はい、ですね、まずごめんなさい、これあのブロックでいうと A ブロックですね、ブリオベ、あ、これ皆さんぜひどこがね勝ち残るかねちょっと言ってってください。あの当たった人にはじゃあね、私がソフトクリームをご進呈しましょう。ブリオベッカ浦安と、ローバーズ木更津がやります。そして、カーサフォルトナと、トナン前橋がやるということでね、はい、大輝さんこれどうでしょう、生き残り、どこがこう勝ち残るような勝ち残ると思いますか。これ今 G になってる私たち。え？ A か。え G になってる。G？ ジョイフル本田埼玉。ごめんなさい、間違えちゃった。東京ユナイテッド。はい、失礼いたしました。作り直します。これ G でしたね。なんでだろう。あ、こっちだ。俺が間違えた。はい、ぽい。どう？ブリオベッカ俺そうなった。なりました。はい、これです。ここは 4チームなんだ。そうそうそう、浦安と木更津がやってフォルトナとトナンがやるって感じですけどね。どうだろう、マリさん的にはじゃあどの辺。いや、ブリハビアから浦安が上がってこないとやばいでしょやばいでしょって感じです。なんかでもトナンも結構今年強いらしいじゃんいや上がってこなきゃやばいでしょ。まあそうだよね、関東だもんね、一部の名にかけてね。なるほどね、うん、はい、はい、大輝さんどうですかこの4チームは。オッズで言うとブリオベッカーが 1.1 倍じゃないですかね。やっぱりガチンコだな で大穴で、うん、
まあ、老婆、母さんも結構あれなんですよね。うんうんうん、だから、うん、対抗で、まあ、東南、だから二重丸、浦安、丸、都南、うんうん、三角、うんうん、母さん、黒三角、ロバーズで。うんあなるほどね。はい、もう、はい、もうドンピシャリだと思います。そうですか。ここまあそうでしょうね。さすが、本当はね、裏全部読んでますからね。さあ、そしてじゃあ今度は B ブロックですね。はい、ここも結構面白いですね。ボンズ市原が、ちょっと左か切れてごめんね。ボンズ市原と東京国際大学ドリームスですね。それから横浜たけると流通経済大学 FC ということでね。これタケルと龍慶のところもなかなかガチンコだなって正直思うんですけどね。まあでもここもどうですかね。まあ、あの腹の三読みじゃないけど、まあ、ボンズがやっぱガチンコですかね。ボンズタケルかななんて私思ってますけどね。ここはちょっと難しい。なんか起きそうな気もしないでもない。波乱含みで波乱含み大学生がいるからねなるほどね。龍慶に上がってきてほしいですね。おお龍慶ね、確かに、ね、こういうところで、タケルも先週ね桐蔭に勝ったからね、今上り調子ですね。早く一部で一緒にやりたいなって感じだったけど、はい、じゃあボンズ、龍慶みたいな感じでいきましょうね。さあじゃあ3つ目いっちゃおう。 C ブロック、よいしょはい、C ブロックです、はい、これもちょっと見切れてすいません。上からいきます、栃木式フットボールクラブ と、SC 七穂ってこれ山梨なんだね。これちょっと後で大輝さん教えて。あとアイデンティミライと日立ビルシステムサッカー部という対戦ですね。どうでしょうマリさん読み。私は何も言えない日立ビルシステムで、ね、そうですか。俺はやっぱシティかなと思うんで、はい、日立とシティで決勝かなって感じはしますけどね、うん、負けないまあそうね、これ有観客なんだ日立なかか。あ本当だ、あそうだね。大輝さん、あの山梨県代表の七穂って知ってました？まあちょっとあれなんですけど、 USC ってだから U スポーツクラブって俺のだからふるさと、うん、俺のサッカーをやった U スポーだと思うんですよ。へえ、だからもうこれは U スポー鉄板だと思います。これ U スポー20ダメだよそんなU スポー20、だからこれ本当に自分のサッカーはここからできてるんですよ。ここのジュニアユースっていうか、うん、中学校出てるんで、俺ブドウ畑でサッカーやってすごいブドウ畑から、うん、そうです、うん、ここまで来ましたんでユースポって、ユースポ20丸でお願いしますまあなかなかちょっとね関東リーグ勢にね山梨県がなかなか入ってこないんでね、来てほしいんですけどね個人的にはね。そうなんですよ、だから俺が本当に前ここでも言ったかもしれないですけど、本当俺が小学校中学校の時は本当になんですか、日本リーグとかより韮崎アストロスっていうのが山梨に作った新聞って反面を飾ってるんですよ、スポーツっていうかスポーツ欄のページ。俺韮崎アストロスっていうのはすげえチームだとずっと思ってたんですよ。憧れまではいかないですけど、韮崎アストロスってすげえなーっていうのはずっと思ってたんですよ。だからもう本当大人になってショックでしたよちょっとまあでもね、だからそれ以来、だから俺が2000年の時にはまだいたんですよ関東2部に、で2001年2年ぐらいで多分落ちたんですよね、県リーグに行っちゃったんですよ、だから結構そう、山梨で試合やるっつったらみんな本当、まあ今のね群馬だとか遠いとこは結構山梨は結構みんな嫌がってました。ああそうだよね、アウェー感あるよね、山越えなきゃいけないしね。
まあじゃあここはじゃあとりあえず何7歩と、日立ビルシステムの USC 対日立の決勝だと USC あだそうです。楽しみにしてます。はい、楽しみにしてます。いや面白いですね。さあ D ブロック行ってみましょうね。はい、ここでやっとね僕たちが出てきました。 D ブロック映ってますか。はい、上から行きましょう。まずあの1回戦は FC 古賀とあと早稲田大学足利周久 FC がやりまして、早稲田が 0-3 で勝利ということでね、上ってきました。うん、そして、今週末ですね、23とですね早稲田足利がやります。うん、それから、向こうの山ではねアベントーラ川口とあと東院横浜大学、今日一番話題のね東院がやるということでね。さあ、これはもう誰がね、ここ3人聞いたら全員同じ答えになると思いますけど、どこがさ抜けますでしょうかね。マリさん、考えるかそこで。おい、うちが抜けないといけないところです。そうですよね、内側が勝たないといけないところです。はい、大輝さんどうでしょう。はい、まあここにユースポがいたらユースポですけどちょっと、まあ、ユースポがいないんで、うん、まあ、まあ一番上のチームが一番強そうですね。そうですね、うん、まあ私もね、はい、あの勝てるんじゃないかじゃなくて勝たなきゃいけないっていうふうにね思いますね。代表以上に大事な試合だと思いますね。うん、あとあれでね、アベントーラとさ、でも、うん、遠いんで、まあ、でも、うん、これ大学が2つ早稲田、うん、遠いってくると、うんうん、40分なんで、まあ、あのエネルギッシュな大学生はもうなんか、うん、まあ本当にいい試合になりそうですよね。いやそっか、大輝さんがいい試合ってことは難しい、うん、厳しい試合だってことだな。うん、まあ40分、うん、なんかまあやりきれる自信もあるんで、うん、40分なりたるでみたいなのあるんで、うん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 、もうガチンコで来ると思います、ね、これやっぱ先制点勝負ですか。そうするとまあまあまあ全然変わんないんですけど、やっぱ焦りますよね、先制点取られると。やっぱりどうしても、うん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 、まあ、そんなに影響ないはずなんですけど、うん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 、やっぱちょっと短いっていうのは気にしちゃう部分ではあるんで、選手は、うん、まあ、だから先制点っていうのは、うん、まあ、本当大事だと思います。今うちのフォワード陣で一番鼻息荒いの誰かね。もういや今はエース光さんじゃないですかね。エース光さん、まあ、ね、ちょっと出れてないですからね。そうだよね、他の選手たち。今日はでもあれなんですよ、うんうん、あの、うん、いろいろエトリックに向けてのまたジェイコムさんの今日撮影があって、原の P ちょっと敏腕さを出しまして、今日ついにあの、うん、まあ光はまあもう今ジェイコムのレギュラーにさせてるんでほぼほぼあのもうジェイコムのレギュラーは光に今やらせて、片割れをちょっと悩んだけど今日は。うん、あの、うん、ついにあのベールを脱がせて、うん、関西人の和田幸之助をぶち込みましたら、和田さん今もう J コンからのメールをもらってたんですけど、うんうんうん、めちゃめちゃ面白かったですっていう、なんか、見たい、の前のも見てないけど、あ、7月にやりますんで、うんうん、へ、まあ、この2人が今熱いです。あのジェイコムさんの何このなんていうのほらこのいつもクラブが一緒にロケやってる番組やバラエティみたいなやつあるじゃないですか。あれはドローカルとかってアプリじゃ見れないの、はい、これはあれは見れないんですよ。あれはそうなんだ。元気吉本さん前ゲストで出てくれた達也、うん、はいはい達也さん、はいはい、エナジーがやっぱ著作権問題なのわかんないですけど、吉本 NG なんです。多分それやるといろいろ跳ね上がっちゃうんじゃないですか、ね、なるほど。そうなんですよ。あれレクサさんから準レギュラーの俺はって来てますよ。最近前に出てくるなあ、今日ちょっと掘っていきましょう。放置だそうです。放置プレイで。そっか、なんか見れる方法ないのかな、はい、あれって江戸川区に行ったらこれあ見れないか。江戸川区でまあだから入ってる、まあ、入ってるマンションもあるんですよ今、うん、もうだから、うん、だけど、まあ、基本は入れないとダメなんですよ、ね、うん、大輝さんそれ映るの、うん、はい、もう僕はもう
J コムさんにスポンサーやってもらうためにまず入りましたから。なるほど。もう全部 J コム、 J コム、 J コム電気、J コムバス、もう J コムで僕成り立っちゃってますから。そしたらさ、あの映像を撮っちゃったら著作権にも触れちゃうからさ、あのテレビ見ながら大輝さんがこう実況してくれるってどうなの、うん、今誰が出てきましたとかって、何をしてますとかってゲーム実況みたいな。だからあのあっちのニュースは見れるじゃないですか。あ、ドローカルでね、ドローカル、うんうん、あれも結構今盛り上げてくれてて、うん、ありがたい話ですよ。関東リスとか、うんうん、あれも東エリアの、うん、だから、うん、南葛っていうか葛飾、うんうん、足立、はいはい、江戸川、うん、隅田のこのエリアのいろいろ特集してるんですけど、うんうん、今年、まあ、前からいろいろやってたんですけど、今年かなり力入れてくれて、うんうん、あの江戸、うん、あの実況台さんのやつを、あ、いつもね、して使っていただいてありがとうございます、うん、だからあれ声入ってるから本当変なこと言えないなって、俺言わないでって言いたくなるよ。あ、俺に言ってるのね。声入ってるじゃないですか、ね、結構。だから、あ、そうなんですね。そこをなんかあえてあれ多分 かぶせて、あの MC のあナレーションの人がね、芸人がそうそう、ナレーションの人が、うん、惜しいとかなんか言って、そう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 、あれ多分そこでちょうど変なこと言ってんだって思います全然関係ない話してたり、いやでもね、あるある、勝手に、あるある、勝手に実況隊のブラジルさんの喋りはね、うん、勝手にやってますから誰も止められませんからね、これはねこれを止めるときは俺を殺すときですからね皆さん勘弁してくださいね、でも本当にあのもしくはパラグエルさんが音源をゼロにするかどっちかですね、うん、あ、それはね、もう絶対にそれはね、もうパラグエルさんには勝てない、私も、はい、ボリュームをキュッと絞っただけで俺にクイッて絞られちゃうからって感じだね、うん、でもあの番組いつもあの南葛さんとこう、ね、今週の南葛、今週の23みたいな感じでね、うん、両隣町をこ うまくあの伝えてくれてるんでね、うん、あの7月8月か、うん、うちらの対戦の時すごい盛り上がるだろうね。ジェイコムさんの中でもちょっとやっぱ派閥ができ始めてて、うん、え、なになになに、面白い話、僕は東京23派ですからみたいな人も出てきて番組内で何も言ってないんですけどみたいな感じなんですけどあっちとしてまあちょっとあのそうなんですよ、中で多分いろいろやってると思うんですよね、うん、だからあれこう地域エリアでやってるんで、うんうんうん、昔は江戸川局で江戸川だけのことをやってたんですけど、うん、今はこう、うんうん、そこの地域に住みだとか全部合わせてやるんで、多分この葛飾と江戸川のネタで多分、うんうん、なんか分数だとか、うん、なんかいろいろ多分番組構成上いろいろ問題あったり、ああそうだよね、テレビは厳密だもんね、やったりとかいろいろ、そうそうそう、うん、そこで今ね江戸川局の人たちは結構燃えてくれてますんで、うん、なるほどね、いや結構燃えて、ここに浦安もジェイコムさん多分スポンサーかな、ああそっかそっかそっか、ジェイコムさん、そうジェイコムさんが盛り上げてくれるとね、あれ浦安はね、うん、ジェイコム浦安っていうのがあるの、ジェイコム何番、浦安局の、ジェイコム浦安だった、あ、そうなんだ、じゃあこれジェイコム同士の対決でもあるんだ、そうか、そう、それぐらいになってほしいんですよね、いいじゃん、すごい、でそこに区長が絡むと、市長区長が絡んでこうみんなバトルロイヤルみたいなプロレスみたいになってって最高じゃんめちゃくちゃ面白いじゃんいや、それでそうだから全部そう南葛とかね浦安の試合がこう、うん、ジェイコムマッチになると、そうだよね、うん、面白そう、うん、そうですよ、ライブ配信しましょうよね、ストラネジェイコさんでね、うんうん、へえ、まあいいや、じゃあここはあの結局どこだっけ、23か、トウインとアベントゥーラか、まあそれは一択ですね、はい、あ、ジェイコム川口さんは、あ、ごめんなさい、スモアさんありがとうございます、コメント、ジェイコム川口さんは結構アベントゥーラの放送してますね、あ、そうなんだ、貴重な情報ありがとうございます、へえ、なんか最近ジェイコムさんのグループがね、アベントゥーラが上がってきてくれたら、うん、ね、うちとアベントゥーラで一緒やればね、うん、ジェイコムさんはもうそうだね、来てもらうしかないです、ジェイコムダービーができるじゃん、ジェイコム川口 VS ジェイコム江戸川、すごいね、もうぜひやってください、はい、あのジェコム川口さんにぜひスモアさんね声掛けしといてくださいね、はい、ありがとうございます、
じゃあちょっとよそのブロックもねさっといきましょうね。ね東京20 A B C D 今度いいか。はい、うん、はい、どす。はい、こんな感じです。これがね E ブロックですね。はい、この山もね結構面白いです。エスペランサ、それから横浜フィフティと FCN、 これ日大 の、 あのチームですけどやりまして、これ日大の方が残りましたね、 FCN。 それから東京国際大と南葛 SC ということでね、ここもね見どころですね。まあ決勝はどこかなって感じだな。あ、ここ有観客なんですね。あ、いいね、羨ましいね。最後勝ったら、うん、エスペランサが上の山は残るかな。やっぱ補強すごいもんね、エスペランサ今ね、うん、はい、なんかすごい人入りました ね、 ね、入ったみたいですよね。そう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 、ちょっと分かんないですけど、はい、なんかあの大輝さん、エスペランサさん、あの外人の補強がすごすぎますねああいうのありなんですか、リーガでやってるような人が来るっていうのまあすごいですねすごいよね、ほんとね。まあ後期戦楽しみだな、本当にな。まあ、もう一つの山ね、東京国際大と、南葛 SC ということで、ここもね結構見ものですね。東京国際結構ね今調子上がってるみたいなこと言ってたけどね、うんうん、そうです、2部と1部ですからね。そう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 、うん、大輝さんどうですかこの山はここはもう本当、うん、俺があれだったら、全然俺が本当一般の人だったら、うん、ここを死のグループって言うかもしれないですね。なるほどなるほど。もう、ここエスペランサ前者なんかちょっと俺の中じゃめっちゃ強いイメージあるし、うんうん、なんかトーナメント強そうだよね、うん、で南葛、うん、南葛も、まあ、40分ハーフでこの学生とやるってなると、この東京国際にはちょっとチャンスある感じもするし、 N も結構強いんですよ、日大も今、うんうんうん、でセカンドも悪くないんですよ、うんうんうん、だからここは結構俺の中じゃ分かんないな、分かんない、ここ分かんない、分かんない。まあ南葛さんもね、まあ、でも南葛上がってこないと、そう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 ね、あの、うん、リーグの方でねこれから勢いつけるためにもね、ここで、あ、そうだよ、で全社取らないとね南葛さん大変だよね。そう、ちょっときついね。そうだよ、ってことは相当緊迫したゲームになりそうですね、うん。東京国際と南葛の試合、うん、あの試合ライブ配信あったはずですのでね、よかったら皆さん、うちと被ってなかったら見てください、うん、もしくはこっちはアーカイブでね、 生はぜひ実況隊の方見てくださいと番宣なんかしちゃったりしてね。はい、じゃあもう一個最後の山かな。これが E だか ABCDEF か、あと2つあるんだ、これパッといこうね。はい、 F です。はい、合ってるかな。はい、上から琉球大ドラゴンズ、それから FC 上部ということでね、群馬県、あ、群馬県の上部と、東京インターナショナルユニバーシティ、これ東京国際が埼玉県1位か、あ、これじゃあ東京国際のサードチームかね、ちょっと分かんないんだけど、はい、まあ、東京インターナショナルユニバーシティが、勝ち残って ドラゴンズとやるという。それから、先ほど話題になったリース東京と東邦チタニウムがあって、これはもうエリスが勝ったんだね。東チタに勝ったってすごくない？ね、うん、エリス、すごい、さすが俊平さん。そう、俊平さん出たのかな、出たのかな、分かんないけど出たはずです。お、じゃあドラゴンズか、東京インターナショナルユニバーシティ、東京国際かエリスかって感じなんだね。なんか東邦チタニウムさんもこの試合負けた後すごいなんか皆さん謙虚になって、もう一回一からやり直すみたいなことツイッターで言ってましたね、はい、まあでもいいチームなんてね、どっちもね。そうですかね、大輝さんどうでしょう、 F ブロック F は。うん、なんかここなんでリースト東チタもうやっちゃってんですか ね、不思議だよね。スケジュール合わなかったんじゃないですかあー、なるほどね。なんかこれなんかここずるいなずるいって何を言ったのいやこれだってスカウティングもだってできちゃうじゃないですか、エリースこれ、うん、おー、そうかそうか、がっつりがっつり、うんうんうん、
2試合ね、まあ、1試合か、まあまあ、まあ、ここはエリース行っちゃうかな、これペイのペイのたたり来たね。え、じゃあね、ペイ、ペイ全国大会に出るのぞみたいな、出るありえますね。うわ、ペイとペイと全国でやりたいですね。おお、すげえ面白そう、それちょっと番組特番作れそうだな。もう前日これそうですよね。うん、そうだ、そうです、いやいや、うん、頑張ってほしいですね。そうですね、まあ、うん、あの決勝これ有観客で保土ヶ谷でやるみたいなんでね、うん、これよかったら皆さんね見に行くといいかもしれない。さあ、そしてじゃあ最後の枠ですね、うん、AFG ですね、はい、これで、全社が一通り、関東予選ですね、はい、上からいきましょう。ジョイフルホンダ、つくば FC、 そして埼玉サッカークラブと東京ユナイテッド FC プラスがやりまして、あ、埼玉サッカークラブ勝ったんだ、すごい、おめでとうございます。1対1で PK まで行ったんだね、 4-3。 それからベルフェやいたと東京ユナイテッド FC ということでね、ベルフェもね今年結構いい感じですね。ユナイテッド、東京ユナイテッドもね今ダントツで1位ですけどね、関東リーグでね。まあ、ここも結構きつい山だな。ちょっと埼玉サッカークラブが久しぶりにこう、あの、こうなんていうのかな、盛り上がってきましたねって感じですね。早く関東に戻っておいでって感じですけどね。川口とやり合ってほしいんだよね、埼玉勢でね。あ、でもこのブロック面白いそうですね。マリさんどうですか、 G ブロック。なんか、うん、ジョイフルホンダつくばが上がってくる気がしちゃった。今地味にねいい感じになってきてますもんね。そう、うん、なんとなく、まあね、もともとね筑波大学のね、こう筑波仕込みのね、あのサッカーやってるからね。へえ、大輝さん、ここは何かコメントあります？まあここも、まあ、ベルフェ対ユナイテッドもまあ、ベルフェ結構いいんじゃないですかね。だって天皇杯も栃木勝って出て、それもいい試合してたと思うんで、でユナイテッドがやっぱ1位で、でジョイフルが今2位ですよね。だからここもう今の調子がいいのが全部集まってるのここっすね。ああ確かに、イケイケのブロックだ。ここも結構面白いですね。あえて僕はここじゃあれだな、ヤイタがユナイテッドを倒してその勢いで一気に全国へというベルフェかなみたいな、うちもベルフェ、ベルフェにあんまり相性良くなかった感じ俺も随分負けた覚えあんだよね。あれさっきから結構ベルフェ、ベルフェ勝てなちよみたいな、ベルフェになんかベルフェに飲まれてるっていう、なんかいつも思ってたんですよ。そうなんですね。まあ、ここも面白いですね。そうですね、はい、G ブロック、でした、はい、皆さんこんな感じでね、7ブロックで今あの全国大会出場を目指してますんでね、23はさっきね、あの D でお伝えしましたけど、あと2回勝てば、鹿児島行けますんでね、皆さん旅費をね今から毎月ちょっとずつ貯めてってね、皆さん鹿児島で会いましょう、できたらね皆さん久しぶりに飲みましょうみたいな感じでございます。さあ、それではですね、日にちは決まってるんですか？あ、俺それ分かんなかったんだよね、情報がないんだよ全然。大輝さん、これもう決まってるんですか、全国大会全社は日程は？で、全社の日程も決まってますよ。あ、そうなんです。じゃあ発表しましょうか。あ、どこで見たんですよね。俺調べたけど分かんなかった。みんなのスケジュールを、ちらっとスケジュール帳に書かないと。じゃあ発表します。10月の15日から16、17、18、19。あ、じゃあ初戦15日ですか。10月の15、よし、ちょっとメモっとこう。15から10回。なんだ、その前の週だったらよかったのに。なんかあったの？え、3連休があるから。あ、そうか。かぶせられるってやつか。そう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 。またあれですね、やっと。全国行き決まったら宿取ったりするの大変ですね。クラブの人はね。鹿児島なんてそんな宿ないんじゃないの？あるのかね。
あります、あります。あ、そうなんだ、はい、まあいいや、じゃあその辺はき、まあ、勝ってから決めようね。はい、じゃあそんな感じでね、はい、皆さん全国全社行けるようにね頑張りましょう。社会人のワールドカップです。はい、頑張りましょう。はい、そして今日、ね、最後の大きなテーマですけども、エドリクのね、皆さんホームエドリクのね情報をお伝えしたいと思います。はい、告知ですね。エドリクは、6月の25日にね、行われます。今年のエドリクの 3試合目ってことかな。夕方5時半からのナイトゲームということでね、おそらくね、結構いい夕日が見れると思います。エドリク夕方すごい綺麗だよね。うん、はい、あのぜひ皆さん、遊びに来てください。彼氏彼女がいる方はね、ちょっとロマンティックなサッカー観戦ができますんでね、おすすめです。はい、東京 23FC、対戦相手ボンズ市原ですね。関東リーグの前期第7節ということでね、はい、大輝さんどうでしょう、エドリクに向けて何か告知のようなものはございますでしょうか。まあ、ちょっと観客動員とかはちょっとね、あの1000人1100人、開幕1000人1100人なんで、まあ、なんとか前も1500とかっていう目標をやってたんで、そこは突破したいなっていうのを今言ってますので、いろいろ企画を今 P人がひっちゃかめっちゃか頑張っておりますので、なんとかまあ地雷ポスターだとか、チラシだとかって今、まあ、動き出してるところになってますので、皆さんこうチラシ配りとかまたやるんで、ちょっとみんなで盛り上げながら、選手から直接もらいたいですね。はい、あのね、この試合もキッチンカー結構来んの？まあ、キッチンカー来ますね。あ、よかったね。キッチンカー来て、まあいろいろな企画も考えて、そうですね、やっていきたいんで、ね、で今、自分もあの TSR の講師だとか、はいはいはい、中央大学のゼミだとかって、まあ今もやってるんで、まあだんだん今そこからこう企画を今やって、あの若いまた学生人がエドリクも走り回れるようにして、ちょっといろいろ考えてますんで、まあ、楽しいエドリク劇場にしますので、そうですね、お友達を今16万人聞いてるんで、全員聞いてください。すごいな。この前の国立超えてるじゃん。溢れるようにお願いします。入れないよって。そうだよね。もうチケット販売してるんでしたっけ？まあ、ボンズに、チケットは販売してると思うんで、でこのボンズってやっぱ、ボンズって最近なんか買ってない感じが全然するんで。はいはいはい。やっぱり昔はね、ボンズの、買ってたんですけど、やっぱちょっと今ボンズの方がなってるんで、なんとかね、そうですね、ここかなと思ってますね。はい、ボンズも、まあ、なかなかね、今ちょっと今難しい状況になってるんで、ここはただここ叩くしかないんで、皆さん力を合わせたいですね。そうですね。あの大輝さんの先週のね、あの関東リーグのこう順位分析した時、ユナイテッドがちょっと抜けてて、あとはもうほとんど変わんないみたいな状況ですからね、あのぜひこういう時にね、ボンズさんに勝ってね、勝ち点3をねこう開きたいですよね。上位に残るためには必ず倒さなきゃいけない相手ですからね。そうです、ボンズは倒さなきゃダメです。向こうも鼻息荒くエドリクに来ますね、本当に。そう、ファンもうだってこのフミヤの鼻息荒い。そう、これすごいよね。で、後ろの住職がそっちですよって。ヒデさん逆向いてますけど、これ見極めないがそっちじゃないんだよ。全然バラバラじゃん、この3人。大丈夫か。いや、いい顔してんな、ムネちゃん。今年でもこのあれですよね、PR 用の告知用のこのグラフィックかっこいいですよね、本当に。すごいこう、選手の表情が生きてる。あ、そうです。今回は、まあ、今、今年も江戸川区の方に、まあ、100年構想も、
まあ、一緒にこうやっていきましょうってなってるので、うんうん、まあ、こ、はい、公演という形で、まあ、江戸川区の広報だったり、うん、まあ、応援してもらえるようにいろいろやってもらってるんですけど、うん、まあ、江戸川区があの、はい、そうです、いや、そうです、まあ、前も公演という形でやってもらったんですけど、うんうん、まあ、100年高速クラブになってるんで、うん、なんかそこはこう、ね、またもうちょっとワンランク上げて、うん、あの、うん、江戸川区の掲示板が、あの、うん、何百箇所ってあるんですけど、うん、そこにこのポスターを、うん、あの1週10日間あの6月の嬉しい 20日からもうバーって貼ってもらうようになってるので、すごい、区役所の皆さんありがとうございます、まあ、そうなんです、なんで、うん、まあ、いろんな人にこう葛西西葛西だけじゃなくて、うん、こう北の方とか中央とか、うん、東の方に一応これが貼られるんで、うん、かっこいいね、まあ、そうですね、ちょっと、まあ、これをあと3試合やるんで、まあ、最後のだから9月19日の、うん、まあ、一応6月25日だけじゃなくて、うん、7月30日のやつ、うん、あの9月19日も一応入れた形になってるんで、うん、まあ、そういう、まあ、スケジューリングを、まあ、認知させながら9月はね、うん、本当に満員できるようにこうやっていきたいと思ってるんで、まず6月25日にいいサッカーするようにう、ね、できるように準備してますので、あのスタンドの人たちを喜ばせてあげたいよね、エドリックのね、そうなんです、ね、うん、あ、黒熊ちゃんからね、ボンズリュウジがいるから楽しみって、ありがとう、あ、すごい、何これ、その上シュンダさんじゃん、おいおいおい、なんで書いてあるの、うわ、やばい、なんで市川 SC の人が聞いてるんだよ、そうすか、スパイだな、スパイすごい、俊太さんがいる、すごい、伊藤俊太さん、北の英雄、伊藤隆二君、江戸陸凱旋楽しみ、俊太全社出ないの、市川 SC って、あ、どうなんだろう、あれ、予選負けちゃった、俊太のせいで負けちゃったのかな、せっかくご本人がいるから状況を教えてもらおう、ね、まあ、前者といえば俺の中じゃシュンタなんで、またそうやってシュンタの、和歌山のシュンタっていう、あれでもチケ、あれ前者か、そっかそっか、チケットじゃなかったか、前者かかわいそう、また俺がそう、うん、運転が上手くなったのはシュンタのおかげですからね、やっぱ2日で和歌山と往復できてる、やっぱ、うん、16人の視聴者さんが15人減っちゃうかもしれない、あ、僕のオープンゴールで頂戴が決まりました、あ、これマジか、ちょっとやばいな、ごめんね、マジだったんだね、すごいね、やってくれるな、あ、結構マジで、まあそんな日もあるよね、めげないめげない、やっぱりシュンタは前者にかけてるからね、気合が空回りしちゃう、そいつはそうか、じゃあぜひボンズ戦、あの実況席に来てさ、あのあれですよ、ハーフタイムで、ね、なんかね、喋ってくださいよ、はい、あ、そういえばさ、あ、そうです、あ、どうぞどうぞあれハーフタイムも、いやいや、あのいや本当に実況、シュンタさん、6月25日5時半、はい、来てください、ここでちょっと今オファーしておきましょう、うん、そうね、オファーね、スケジュール帳に書かせましょう、はいはい、でこのあの、そう、ボンズ市原戦なんですけど、あのスポンサードマッチが来るって、行きますって来ましたよ、あ、本当、はい、じゃあお待ちとります、決定しました、はい、決定、はい、マリさんって台本に書いておいてね入れて書いておきます、はい、で、あのボンズ市原戦なんですけど、これあの明治安田生命スポンサードマッチということでね、あのスポンサー様がねついてくれましてね、おめでとうございます、春野さん、あ、すごい、はい、ありがとうございます、はい、明治安田生命さんがやっと昨年から、はい、明治安田生命の営業行ったの、うん、あの初めてご挨拶にその高等支社に行ったの、なんと、うん、ペイと行きましたからね、あ、マジっすか、はい、ペイと行って、ペイがなんか営業にちょっと目覚めてる時で、うん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 、なんかすごいやる気出して、うん、なんか
やる気出してましたね。ありがとうございます。そういうね、なんかやっぱ、うん、過去の蓄積ですよね。スポンサーさんにこう来ていただくっていうのは、ね、そうですそうです。1日2日、はい、ね、1年2年じゃないんですよね本当にね、うん、そうそうそう。で、あの山本 P もですね、山本プロデューサーも相当今回も頑張ってましてね、毎回1個ずつ新しいことをエドリクでやりたいとおっしゃってましたけど、今日ねこんな発表がありましたね。ホームエドリク中西哲夫氏によるトークショー開催決定ということでね、パチ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 、皆さんご存知、僕どっちかっていうと最近はね、あの J-WAVE、 あ J-WAVE だっけ、東京 FM だっけ、 FM でね番組を持ってたりとか、 J-WAVE だよね。で僕声がすごいよくこうあの頭に残ってるんですけど、あとはねテレビなんかでも最近メディアの方でお仕事をねすごく積極的にされてますけど、中西さんがねエトリックにねお越しになってくる、お越しになるということでね、いやすごい楽しみですね。うん、大輝さんあれですか、あの中西さんなんかこう大輝さんはなんか絡みとかあるんですか、ご縁とかは。いや自分はそんなないですけどね、中西さんは。うん、いやこれ中西さん、あスペシャルゲストって山本 P に聞いたの、俺、うん、伊藤俊太さんかと思う、うん、あ伊藤俊太さんも もちろん実況体的にはスペシャルなゲストですよ本当に、うん、はい、23的にね、マジ俊太さんね大人気だからね本当ね。へえ、まあでもね、あのフロンターレでもお仕事して、今サッカー協会のお仕事もされててね、あのファンとこうサッカーの現場をこうつなぐね、こうコミュニケーターみたいな感じでね、あのすごくあのお仕事されててね、なんかご縁があってぜひエドリクのねこういいところなんかをね見ていただいてね、エドリクの人にもこうまた楽しんでいただけたらなと思うんですけどね、はい。さあ、あれで日曜日の、うん、ね、なんかあの関口宏のあのサンデーなんとかあっぱれ、あ、はい、サンデーモーニング、うん、あれ二人とも中西さん出てますよね。あ、そうですね、言ってほしいですね。あ、え、6月25日で、うん、6月26日のサンデーモーニングで、うんうん、あそこにこう出してほしいですね。昨日は江戸川陸上競技場行ってきてすごかったんですよ、伊藤俊太さんがあっぱれいや絶対勝たないとダメじゃんダメだ、ダメ出しされちゃ う, う, 伊藤、うん、伊藤俊太 MC もあれもやってもらいたいな、確かに。ああ、マイクパフォーマンス、マイクパフォーマンスいいね、マイクパフォーマンス、スタメンやればいいじゃん俊太さん。キッズスクール、あキッズスクールの時のあれもやってほしいな、久々に、うん、今あれをやるやつがいなくて、振り回し、今まではキッズ、そう、うん、キッズスクールのやってることとか、うん、なんかいろいろマイク使って、うん、俊太さん上手にやってくれるんですよ、盛り上げて、うん、スタンドの親御さんもこう巻き込んで、そうだよね、うん、やってたんで、うん、あれ久々に聞きたいな俊太さん。じゃあ俊太さんさ、あのキッズスクールの時のあのキッズスクールの時のさ、ピッチサイドレポーターじゃなくてオンザピッチレポーターっつって、うんうん、もう子供たちに混じってマイク持ってピッチに入るんですよ。でその場でやってる子供にさ、こう取材というかインタビューしてさ、スタンドを沸かせるみたいなさ、子供に感想を聞いてみる。それをシュンタやってたんですよ。あ、そうなんだ。それもやってたんですよ、うん、あ、マジっすか、まあ、さすがだ。へえ、シュンタそれうまいんですよ、うん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 、サッカーはうまくないような感じがするすごいよ、ひどいこと言ってるよシュンタさんで結構勝ってることもあるんだよ。ひどいもう本当選手同士ってすごいよね。やばい、うん、オンゴールしてるからごめんなさい、ね、サッカーうまいですよ。おい、ドリク来てくれなくなっちゃうよ。ひどい。まあでもね、1回 C のねちょっと PR もしていただいてね、そのうち隣町ダービーやりますからね、はい、はい、まあということ で、エドリックもね、いろいろね、また楽しいことたくさん揃えてるみたいなんでね、6月の25日ですね、はい、夕方5時半からナイトゲーム、はい、東京日産 C 対ボンズ 1R の試合ね、エドリックで皆さん楽しみましょう、関東リーグ前期7節ということでね、はい、そんな感じでね、一通り、大ネタ小ネタ拾ってまいりましたが、マリさんなんか他にも今日はどうでしょう、小ネタありますか。小ネタ、あ、うん、あんまないですね。
ないですか。先週のあれはサポーターのフットサル会は？あ、はい、あのイースト東京ジョーカーズ主催のコサルに行ってきたんですけど、うん、すごい楽しかったですって終わっちゃうのがもったいないですけど、うん、本当10何人集まって14人かな、うん、14、5人集まってたんですけど、あ、じゃあちゃんとゲームになったね、はい、もうひたすらずっとゲームをやるっていう、はい、へー、すごい楽しかったです。天気大丈夫だったの？はい、ぜひ今度は。ちょうど雨も降らなかったんですよ、ね、すごいついてんね、すごいと思って、はい、またね、あの定期的にやるっていうことだったんで、皆さんと、うんうんうん、チェックして、はい、ぜひ参加していただければと。本当あの見るよりもやる方が楽しかったりするところがあるなと思って、はい、ぜひね興味ある人は、はい、来てください。はい、なんか、ね、地元の人いいですよね。大輝さん、なんかサポーターの人たちがこうやってまたいろいろ楽しいことを考えてくれてよかったですね、クラブとしてもね。まあそうですね、まだこうサッカーやる人がねやっぱ増えてくるのがいいと思うんで、うん、やったりすればね、うん、本当に、はい、やっぱやってない人とかサッカーやってない人がね、やっぱあだこうだってやってみるとすごい難しいんですよ、うん、そうだよね、分かる。目の前にゴールがあって目の前にボールがあるのに入らないっていう、うんうん、そうなんですよ。そんなもんなんだ。言うのは、言うのは簡単なんですけど、ね、そうだよね、本当だよね。もう本当俺よく聞くんですけど、いやいや一回やってもらって、はい、本当にいろんな日本代表のコメントとかあるじゃないですか、監督批判とか。ってことって俺ほんいやすごいことなんですよって俺本当思うんですけどね、よく言えるなっていう人いるんですよね。なんでやったことあるのかなって思うぐらいな、あーだこうだ優勝じゃないですか。いつも感心しちゃうんですよ、見てみたいんですよね、コメント見るの好きなんですけど。この人はどういう人なんだろうとか思ってドキドキしちゃったりしてあのいやいや本当だから、だから本当サッカーやってない人が言ってんじゃないかなって思うんですよね、うん、サッカーやってる人が俺あんなこと書けないような気がするんだけど、てかよくほら J リーグ下手とか日本代表下手とか平気で言う人いるじゃんすごいよね。そう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 、俺やった、だからそれはいや海外の人とね、それは比べれば、うん、ネイマールと比べれば、それはそうなっちゃうかもしれないですけど、うん、日本人リーガーだってうまいんですよ、本当に。いや、めっちゃもう神の領域であるんだろう。いや、本当、伊藤俊太さんなんて、スーパースターですよ、僕から。いじられちゃった。いや、でも、いや、あの本当ね、伊藤俊太のね、俺、何回も言いますけど、あのエドリックのあのトラップからのね、はい、あのね、うん、一挙大祭 MVP に選んだあのトラップね、はい、スタンドが湧きましたから、ね、あれ、すごかったよね。あれ、いや、あれ、みんな本当にね、うん、普通に言うんですけど、難しいんですよ。だから、普通のなんか、そう、普通のプレーがみんな普通でしょって思うんですけど、こうやって、逆サイドからボール飛んできて、あれをピタッて止めて、ミスったら、なんか、うん、はい、ね、わい、なんだよって、こう、ブーイングとかするんです。難しいんですよっていうね。だから、やってる人は分かると思う。やってる人は、なんで止めれないのみたいな話ないですから。だから、本当に、みんなでサッカーやりましょう。ね、やってみると楽しいな、はい、ま、チームでも。チームでもコサル企画してください。そう、そう、うん、そうですよね。で、みんなでやれば、本当に選手の凄さが分かるんですよね、うん、はい、おかげさまでね、今日も盛り上がりました、ありがとうございました、はい、最後にもう一回告知、はい、6月の12日ですね、今週日曜日1時半から、はい、東京23区 FC と早稲田大学足利 FC の、ね、試合を行われます。全社関東予選準決勝ということでね、実況とライブ配信しますんでね、はい、皆さん無観客で本当申し訳ないですけど、はい、ぜひ、試合をねお楽しみいただければと思います、はい、さあお送りしてきました毎週23終わりの時間です。今夜も皆さん最後までありがとうございました。今夜の出演者は、まず、春野大輝さん、ありがとうございました。遅くまで、明日も頑張ってください。電車待ちましょう。はい、勝ちましょう。そしてマリさんもどうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい、あと最後まで視聴してくれてね、リスナーの皆さん、パラベルさんどうもありがとうございました。来週も水曜日、また夜22時にね、ツイキャスライブでお会いしましょう。来週は試合の話をたっぷりしましょうね、はい、それでは皆さん、おやすみなさい、はい、さようなら、またね。おやすみなさい。
バイバーイ。